新選郷初夏の茶室からの景観新選郷は、神奈川県足柄下郡箱根町にある近代庭園。昭和10年代から20年代にかけて、世界旧成協の教祖、岡田茂吉がゴーラ地区の地形と地質を生かして、理想郷として整備した。国の名称に指定されている。ゴーラ地区は、箱根町のほぼ中央部に位置し、 早雲山の三体崩壊による火砕流が形成した扇状地で近代に発展した別荘地である。新洗郷はこの地域の標高約600から620メートルの斜面に世界急性郷の創始者である岡田茂吉が地上天国の雛形として人々への公開を念頭に造営した。昭和19年に岡田茂吉は実業家。 富士山ライタの旧別荘を入手して、神山荘と命名。同じ年に、小田原電気鉄道株式会社が開設していた、ゴーラ公園のうち、第二次世界大戦のために荒廃していた和風庭園の部分や、周辺の別荘用地なども買い足して、神仙教の造営を本格的に開始した。庭園内には、神山荘の他に、観山亭、萩の家、日光殿、 茶室、三月庵、箱根美術館などの建造物が建てられ、また露出する巨大な岩石を生かした、石楽園、寒山邸から下がる傾斜面の、萩の道、三月庵周辺の、竹庭や、苔庭などが作られたほか、早雲山の豪壮な山並みと相模湾の遥かな水平線を展望することができる。甲羅に、独特の立地条件を生かしつつ、岡田も基地が理想とした、 地上天国を具現化した庭園で、その衣装は独特で優れ、芸術上及び鑑賞上の価値、日本庭園史における学術上の価値が高いことが評価され、平成25年に国の登録記念物に登録され、令和3年3月には国の名称に指定されている。園内は、洗浄地の斜面に作られた様々な建物の周囲に、園地や滝、石組を築き、 また一部は、現地の岩石をそのまま景観の要素とするなど、ゴーラ地区の地形と地質を活かした、地仙庭園である。新仙橋には、箱根美術館など、複数の建物が存在するが、園内をたどるにつれて見え隠れする、要庭園内の交渉及びわずかに盛り上がる、尾根の長部を選んで巧みに配置され、建築の、その周辺からは多彩な庭園の景色を望むことができ、 箱根の最大の魅力とも言える、総雲山の豪壮な山並みと相模湾の遥かな水平線を展望できるようにという造影糸が優れて実現されている。また、苔庭には約200本のもみじが植えられており、紅葉シーズンの秋はテレビで紹介されることが多く、人気スポットとなっている。新鮮郷には、国指定登録有形文化財、神山荘など、 昭和初期の建築史をたどる上で貴重な建築物が多く残されている。なお、建築物のほとんどは通常非公開となっている。日光殿と三月案は創建から70年を超え老朽化に加え、令和元年の台風19号の影響で痛みが生じたため、令和2年12月から改修工事が進められている。現在、 風雨からの保護をするための大屋が施されており、外観を見ることはできない。開館時間閉館時間休館日、電車自動車。ありがとうございます。